今回はカブトブスとバタフリーを組み合わせて使っていこうと思います。カブトブスはね、1エネルギーで吸血っていうのを使えて、これね50ダメージで火力はそんな高くないんだけど、追加効果で相手のバトルポケモンに与えたダメージの分、このポケモンの HP を回復っていう効果もあるんで、つまり殴れば50回復できるってね、めちゃくちゃ回復できる。これ回復、アタックして攻撃、一緒だな。攻撃して回復できるポケモンの中だと一番回復力あるね。で、HP もね、140あって結構高めなんでね。で、こいつに、バタフリーのこの特製のパウダーヒール、自分のポケモン全員の HP を20回復と、これで回復してあげれば、もうゾンビだね。もう、後ろに、ベンチにバタフリー出して、場にカブトプスがいれば、で、カブトプスの攻撃の回復分も含めたらね、毎ターン90回復していけるっていう、相手が100ダメージとか与えてきてもね、全部それ実質10ダメージしかはみ出してこないからな。いや、もう恐ろしいね。相手泣くね。火力ない相手だったら多分泣く。泣かしに行こう、今回は。で、エネルギーは、格闘と草でやっていこうと思うんだけど、そう、吸血、格闘1でいいし、結構コスパいい。で、バタフリーも、まあ、草1つとあと2つは何でもいいんで、結構相性いいと思うんだよな。じゃあ対戦やっていきますか。さあ、マッチングしたね。なんか、メルメタル、バタフリーデッキもそうだったけど、やっぱ回復耐久系のデッキって、結構楽しいよな。で、ニャース引けてるんで、あとは、1進化目、中間進化の、兜とか、兜をちゃんと、作りに行くっていうやつだね。海流デッキだったら、結構いいんじゃないか。バタフリーもカブトプスも体力140とか120あるからさ、ワンパンされなければ。てか、結構いい感じに、盤面にね、カブトプス、バタフリーみたいな盤面作れれば、いや、熱そうなんだけどね。ただちょっと博士の研究使えてねえのが、あれ大変だな。まあ、ニャースかな？ここはな、ニャースで、猫に小判で、ドローしていこう。しっかりね。トランセル、カブトプスは草弱点なのか。オッケーオッケー。あとキャタピー引きたいね。キャタピー引いて、トランセルバタフリーで作っていかないと。メノクラゲ作ってくるかな？どうだろう。こっちもね、こっちで急いでいかないとね、ちょっとやばいんだよな。後ろのミニ竜が、爆速で海竜とかなっちゃうとね。なっちゃったー。白竜になっちゃったー。いや、まずいね。非常にまずいね。まあ、甲羅の化石なんていつでもトラッシュしちゃえばいいんで。やばくなったら。猫に拒んで。頼む。まだ時間はある。まだ大丈夫だと思うけど。トランセル。おい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 。どうなってんの？この、シャッフルしたちゃんとね。シャッフルしてないんじゃないの？こんだけなんかちょっと同じ前、モンスターとか、同じカード来るとな。これちゃんとシャッフルできてんのっつうの疑っちゃうよね。あ、いや、毒クラゲにつけてくれるんだったら全然いいね。で、これはね、キャタピーにつけとこう。ワンチャン、バタフライで戦う可能性あるからな。草エネルギーは大事なので。猫に拒んで。でも次のターン、目のクラゲ、毒クラゲに俺のニャースやられちゃうんだよね。バタフリー来た。そうなんで、やられちまうんだよな。ちょっと考え物。相手雷エネルギー多いな。いや、でもなんか殴ってこなさそうだな。オッケーオッケー。相手が悠長にしてくれるんだったら、こっちもこっちで準備を、整えていくしかない。マジで、本当に博士の研究、どこに埋まっちゃってんだ、俺。相手2枚使ってんだけど。2枚使ってるけど、俺、ニャースでめちゃくちゃドローできてるから、あれって感じだよね。まあ、でも相手の方がドローできるよな、そりゃそうだよな。2枚使ったらもう4枚ドローだもんな。差が出てるぞ。よくない。博士の研究。相手だけマジずるい。よくないよくないよくない。本当によくないよ。え、甲羅の化石をどうするかなんだよな。甲羅の化石トラッシュしちゃう？だからキャタピーは絶対作んなくちゃいけねえよな。結局な。トラッシュしちゃうとだってもう作れなくなっちゃうんだもんな、つまりな。すごく当たり前のこと言うけど。けどまあトラッシュだな。ここはキャタピー出して。バタフリーがもう、準備運動してんだもんな、もうな。そう、準備運動しちゃってるんで。で、トランセルにこれつけて。
一応パタフリでも戦っていけるようにね。そして猫に小判かな。で、ドローと。いや、マジでやべえぞ。なんで博士の研究と兜がこの、これ眠っちゃってんの。やばいなぁ、海竜持ってそうな顔してる相手が。あー、やばい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 。雷海竜で次、スピーダーとか持ってんのかな、わからんなぁ。まあ、どの道ミニ竜を攻撃するかは悩みどころなんで。あれなんだけどね、兜来たぁ。え、兜。バタフリー。トランスル。まあ、多分、海竜で殴ってくるね、普通に。ここで毒クラゲで殴ってくるよ。でも毒クラゲで殴ってきた方が多分相手的には嬉しいんだよな。ニャースが、ニャース処理できて嬉しいと思うんだよな。一旦バタフリーで行くか。だってもう中身博士の研究2枚眠ってんだよ。もうドローしなくていいよな。もうこっちもこっちで勝負仕掛けに行かないとな。次からあれできるしな。50と毒で死んじゃうけど、まあ、わかんねえな。相手次第だな、本当に。多分スピーダー絶対持ってて。スピーダー吐くか。で、ニャースバックしてバタフリーで殴りに行くか。あの、毒クラゲでニャースがやられちゃうと、一匹でも減っちゃうと、海竜のね、この流星群を耐えれなくなっちゃうんだよな。それ非常にまずいからね。まあでもさすがに、この状況で毒クラゲで殴ってくるのはあんま思いたくないけどね。まあでも流星、まあでもバタフリーで殴るのもありだけどな。全然ありだしな。ただカブトプスがちょっとマジでカブトが遅かったのが結構効いてる。で、海竜突破して、毒クラゲも突破しなくちゃいけないんで、これか、でも海竜落とせれば勝ちなんだよね。ばらけたばらけた。いい感じにばらけたぞ。いいぞ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 。これで、ダメージ回収しよう。パウダーヒールね、パウダーヒール。あ、パウダーヒール。そして、パウダーヒール、パウダーヒールで、めっちゃ回復した。カブト体力90か。いや、カブトプスなっといて。まあ、でも一発はバタフリーで殴っておかないと。だなぁ。一発は殴っとかないとダメだなぁ。で、ダメージも言うてね、50、50、50、50で、50の倍数で来るから、110とかなんだよね。一応カブトプスで殴って回復したところでな感じもあるんで、これはバタフリーにつけといて、草はね。まあ、風起こしだろうな。まあ、傷薬のこと考えてもな。できればカブトプスが100ダメージとか吸ってくれたらめちゃめちゃ助かるんだけどさ。傷薬。まあ、そうだよな。なんかバタフリーで、なんかバタフリーでパウダーヒールやってくのも強くない。あ、それはやだな。ちょうど110になっちゃうもんな。50入っちゃったか。まあ、我慢だな。我慢。今は我慢。さあ、ドローを。まだ我慢。後ろにニャースとか置けるかな。でもニャース回復したら160までいけるよね。ニャース来た。いやー、バタフリー失っちゃったよ。きつい。でも相手の火力50なんで、吸血でチャラにできる。これが何を意味するかっつったら、もう、あれだよね。受け切れてる。完全に受け切れてる。なんで、まあ、一旦パウダーヒールね、ここね。パウダーヒールやっといて、風起こしでやっていくしかない。まあ、いつ引いてもいいよね。ただカブトプスの体力が100なんで、ちょっとそこどうにかこうにかしなきゃいけないんだよね。最近海竜に榊入れてる人結構見るな。飢えてるな、火力にな。完全に火力に飢えてるよね。まあ、これカブトプス出していいだろう。
ニャース出すと毒クラゲ出てきそうだしな。あぶねえ耐えた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 ぞ。俺は強い耐えたぞ。まあ、ここもちろんスピーダーで、いや別にスピーダーじゃなくてもいいんだけどな。逃げて、バタフリーとパウダーヒール。相手は海竜1匹いってるよね。おっきょく海竜2匹目はないぞ。2匹目はないので、あとこっからね、モンスター失わないようにねやっていけばいい。いやこれ偉い、70パウダーヒールで回復して70に体力できたのマジで偉いよ。毒種で毒プラスで60ダメージっての見えるんで、これかなり偉いよ。でもカブトプスでぶバタフリーでぶん殴って、あーでもバタフリーでぶん殴っちゃうとちょっと辛いとかあるかもな。特殊で、いやバタフリーでぶん殴り、一発はバタフリーでぶん殴ってなきゃダメかな。回復とりあえず回復するね、とりあえずね一旦ね。ただ二角取るんだったらこの博士の研究マジで弱え何も引けねえからな。70博士、榊って何枚も使った？まあ、1枚しか使ってないよね。で、ここで体力70にしちゃうと、毒種で60。次の毒と、毒種で60でしょ？で、10余るけど、研究が来ちゃうと、研究じゃない、榊が来ちゃうと、全然負け筋あるんだよな。だったら、逃げて、格闘トラッシュで、カブトプスでしょ。無限耐久見していこっから。まあバタフリーでいいだろう。で、吸血。チュ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 って。まあ安全にね、榊ケアもバッチリよ。で、相手が傷薬もなければ、傷薬あと1枚持ってそうなんだよな。1枚しか使ってないしね。まあ、傷薬持ってたらどうせバタフリーでぶん殴ったとしてもね、どうせ圏外にされるんで、倒せないくなっちゃうからね、どの道ね。まあ、だったらね、あとその逃げるっていう戦法もあるか。毒クラゲループで来るっていうのもあるからな。だからやっぱこっからはもうカブトプスだよね。リスクをね、取る必要ないからな。だってあと正直毒臭されてもね、こっち、毎ターン70回復よ。毎ターン70回復で体力満タンよ。勝ったでしょこんなの。もう君海竜もう作れないからね。あ、手札割れたんじゃないこれ。もう絶対に白竜と海竜は絶対残り2枚なんだよね。であと1枚なんだろうな。傷薬も使ったしスピーダーかな。スピーダーか榊か夏目なんだよね、あと1枚。そうなんだよな。で、夏目使われても、バタフリー差し出しちゃえばいいんで。まあ、いっぱいつけてるしね、普通にね。さあ、これ、毒クラゲパックするしかないんじゃねえの？次のターンにバタフリーで、あれよ、そうだよな。カブトプス、硬すぎ。いや、硬すぎっていうか、再生力がやばい。やばいな。だって技打ったら、エリカみたいなもんなんだもんな。確か、不思議花が攻撃して30回復とかだもんな。なにこれ。いいね。もう楽しいな。自分へのご褒美だな、こうなってくると、本当に。海竜の猛攻をしのいだ後に、こうやって吸血でじわじわ敵を追い詰めていくで体力全開よ。やばいな、体力全開までいくのやばいな。でも綺麗に浮き切れてんだもんな。あとも多分これ白竜と海竜だ。手札割れちゃったね。いや榊入ってんのがマジびっくりしたわ。ほんと火力追い求めすぎてっからな。海竜使うやつら最近飢えてる。なんかに飢えてるよね。
あとは逃げて、いや、草の方がいいな。何でもいいんだけどね、ここね、もうね。で、これで、風起こしで60ダメージで、勝利と。クソ気持ちいい試合したな。いや、できればカイリーの攻撃全部受け切りたかったな。バタフリー、バタフリー並べてな。それはちょっと心残りだな。頼む。ワンパンだけやめて、ワンパンだけはね。ワンパンしてくるデッキだけやめて。あ、ピカチュウか。いや、ピカチュウだったら、ライチュウマチスとかじゃない限りは、全然、いけると思うな。しかも、カブトプスって電気に弱点取れるんで、電気に弱点つけるんで、うわー、でも相手の名前やばいな読みたくもないな名前が汚すぎる。さ、ニャースは、しかもこれ、あれなんだよな、先行取られてんのが足りーな。まあ、エレキック、あ、でもピカチュウじゃないか、これは。まあ、シママ進化させてなんだっけ。シママの進化で殴ってくるかもしれんけどね。サンダー、回ってる。ふん回りすぎ。まあ、ピカチュウだよな。ちょっと急がないとやばい。間に合わせ2枚は全然犠牲にしちゃってもいいんで。いやー、なんか、初手博士の研究、さっきも引けてなかったよね。終わってるんだよな。カブトプス来たけど、え、これカブトプスが間に合えばって感じだね。間に合わせて、キャタピーで後ろで、ちゃんと作っていければって感じ。あとは、ライチュウが作れてないんだよ、相手。これいいぞ。ライチュウが作れてないのはめちゃめちゃに嬉しいことなんだけど。あとまあ、夏目されたら死ぬかな。それも仕方ない仕方ない。お前さ、おかしいってな。なんでそんなに博士の研究使えるん。でピカチュウでもぶん殴ってくると思うんだけど、ほんと夏目だな。夏目とかいう冷めたカード使うのやめてね、ここでね。で、ニャース出すんだけど、ニャース出してワンドローしに行って、まあ、ポイント渡すことになるんだけど、もう仕方ないんだよな。さあ、ドロー。モンスターボール。まあ、ここでなんか夏目打たれてキャタピーも出したくないね、正直。夏目打たれたらもう終わりと思っていい。で、キャタピー出して、これニャースでしかもドローできないしな。しかもバレてる、これ。普通にバレるプレイだからな。こいつカブトプス出来上がったんだな、つう。そういうプレイだよな。いや、もうしゃあないよな、キャタピー差し出すしかないよな、もう。やめてほしいわ。ま、でも、弱点つけるんで、つまりカブトプスで70回復ないよな。エリキサークル20ダメージで抑えれるよ。それはね、まず素晴らしいからね。最速カブトプスは作れた気がする。カブト、種が来てねえんだって。化石が引けてないんだって、俺。キャタピーも作っていこうかな。さあ、これで、吸血。ピカチュウキリアカブトプス。でもね、これね、ゼブライカでサンダーアローで後ろをいじめられても、ガチつらいんだよな。終わる。いや、まあまあ、でも、ほんと引き次第だけどな。研究からのトランセルとか作れたらもうあれなんだけど。でも、相手ももうハリケーンサンダーで行きたいよね。今から雷中作るのも大変そうだし。あと、夏目はもう気合でかわしていくしかない。100ダメージ。大丈夫。それはもう、ダメージを抑えるんで。トランセル来たー。いやー、遅いよ、いろいろなんかもう、でも研究引けずに、ここまで頑張れてんだから結構すごいんだけどね。まあ、吸血チュチュチュってやって、70回復できるでしょ。弱点ついたら、弱点ついたらあれだな。70回復できるから、ちゃんとバタフリ2枚作れたら、110とか回復できるのが、だよな、110とかだよな。ハリケーンサンダー一応これ、榊使われなければって感じだね。榊使われなければ3枚で耐えれるんだけど。いや、受け切りたい。榊とかいうあのカードやめてね。1枚使ったよな、君ね。ピカチュウ置いた。あと、ハリケーンサンダーのコイン、表3枚おかしいからやめてね。それは、2枚だったら全然いいよ。
確率的にね。5-5だもんね。表。表。おかしいってね。え、これからじゃん。ねえ。さあ、分からせに行こうぜ。対戦相手はな、高校で。いや、高校いいね、やっぱ。あ、いいね。今回キャタピーだ。キャタピーで。でも、ニャースでもよかったな、全然な、ここな。相手。これ、あれじゃね、ブースターデッキじゃない？なんか、そんな感じがする。初手 EV ってことはな。そんな感じがするんだよな。うわ、キューコン。キューコンもね、やだね。早い段階で90ダメージが出してくるし。あ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。これは、最速カブトプスムーブ。これいけるんじゃねえか。まあ、でもここ一旦ね、多分、探しに、まだ、カブトにつけるターンってまだ全然あるから。キャタピーで、友達探すで、バタフリーとか引きに行った方がいいんだよな。博士の研究が引けてないんだもんな、だってな。でもそっちの方がいいんだよね。まあ、あと逃げエネ用でも使ったりするしな。この1エネで加速していきながら、逃げエネとしても使っていくってのはいいよな。EV か。EV につけてくるんだったらいいな。全然な。体当たり。あ、榊体当たりとかやめてね、それ。それ死んじゃう、俺の。まあ、ここは、カブトで。これ、新しい新品のキャタピーに変えちゃう？押して。ワンチャン、榊体当たりとかで、死んじゃうと、ほんとシャレになんないからな。で、エネルギーは、一個つけといて。あと、もうニャースとか多分使わんだろ。ほらの化石置いといて。友達を探すで。友達を探しに行け、お前は。オッケー、バタフリー来たこの20ダメージで無効化できるんで。で、どうせね、エネルギーつけてるから、これ引かなきゃいけないしな。で、夏目使われたら化石差し出して、化石トラッシュして出しちゃえばいいし。なんかロコン育て始めたなぁ。ちょっとやだなぁ。ただ、育っちゃえばもうカブトプスで攻撃受け切れるんだよな。そう、受け切りに行けるからね。あともう。これ相手スピーダー持ってた、ここ一旦、あれじゃね？なんか、バタフリーで、バタフリー完成させるけどさ。あとカブトプスも完成させるし、カブトも完成させに行くんだけど。これ一旦あれしてもよくない？解放者。いや、あんま良くないか。良くないな。早い方がいいな。もう一回探しに行ったりとかも考えたんだけど、解放者はさすがに、早めキャタピーで受け切れそうだけどって感じだな。ちょっと無理そう、さすがに。なんで逃げて、いや、これはね、もうカブトプスで殴りに行かないとちょっとダメなところだと思うな。もうダメだ。急ごう。ブースターはあんま美味しくない。ブースターは殴りに行かないとちゃんとね。何もできない間に火炎放射で飛んでくるんで。いや、ブースター、カツラブースターとかが乗ってたらやばかったな。カツラが乗ったら俺はもう終わってたね、ブースターに。ただ乗らないんで。キューコンには乗るか、90に、30乗って120だから。まあ、体力管理は結構大事よ。傷薬。まあ、傷薬は別にって感じだな。結局確定数変わんねえからな。あー、なるほど。なんでもいいんだけどな。バタフリーでも出しとくか。めんどくさいな。でもこの夏目は別になんかあれだな。まあでもバタフリーとかにエネルギーつけれなくなっちゃうのは結構悲しいっちゃ悲しいんだけどさ。まあどうせなんで。ニャースが手札に集まってきてるな。どうせバタフリーにつけて、引いてみたいな感じでいけるんで。吸血で。チュチュチュってしちゃおうぜ。オッケー。で、火炎放射で、110飛んできちゃうんだけど、
70回復できるんで、キュウコンのダメージがちょっと怖いな、正直なところ。キュウコン、90足す40で130、あーまあまあまあ、いやでもほんとカツラ持ってたら終わりそうだなちょっとなー、もう一匹絶対これあのカツラいるじゃん、火炎放射。いやマジでカツラ次第だよ本当に。おっと、でもカブトブスがもう一枚来るんだったらマジで話が変わってくるね。え、マジで変わってくるな。パウダーヒール、しかも格闘エネルギーがあるから体力100だとワンチャン死ぬんだよな次のカツラで。ってことはこれは逃げて、まあ、こうだな、新品のやつ出しといて、まあ、夏目撃たれたらもう仕方ない。夏目撃たれたらどうしよう、バタフリー差し出しとかでもありか。夏目カツラはできないからな。90で20プラスして110でしょ、一発耐えきれるね。えらいえらいブースター撃破、いいね、この複合タイプのいいところ出てるね弱点を一致させないで、キューコンが出てきて、でこれでね、後ろのカブトプスをあのパウダーヒールで回復させながらがっつり戦っていく、長期戦を見据えていく。ウィンディもいんのか、お前すごいな、炎デッキを愛してるな。ちょっとウィンディになられる前に早めに仕留めに行かないとな。ウィンディ、あ、でもウィンディ130ダメとかじゃなかったっけ、うわめんどくさいなさっきから。まあバタフリー出すけどこのターン別にねって感じだしね。え、尻尾振るでワンチャンカブトプスの方が良かったんじゃないどうせ技打たないしな、バタフリーとかはな。まあでも2枚目のか、あ、でも勝ちではないか、勝ちではないな。あ、格闘エネルギーめちゃつくな。まあでもいいや、これ一旦ここつけといて、夏目もないしな。カブトプスに格闘つけといて、いつでも戦えるようにしといて。博士の研究どこなんマジで本当博士の研究がねマジ引けないんだよね。一旦パウダーヒール使うか、一旦ね、一旦パウダーヒール使って、あー、カブトプスまだ全開とはならないか、殴っても120とかか。逃げて、じゃあまあまだ新品のカブトプスで戦ったがいいねこれね。はい、吸血、もうめんどくさい夏目は見えたんで、もうウィンディ確か120ダメージなんよな、ウィンディの EX の方でも。なんでワンパンできなかったから、ワンパンできなかったらカブトプスは蘇るぞ何度でも。しかもここぐるぐるしながら蘇ってくるからねベンチでパウダーヒールで20ずつ回復していきながらがっつり来るからね。傷薬が相手1枚しか使ってないから確定数ずらされそうってのはあるね。でもこれバタフリーで回復できれば次のカブトプスでぶん殴ったらもう全開なんで、モンスターボール使ってもだよな、ちょマジで。あと5枚の中に博士とキャタピーの、キャタピーの材料がね眠ってるからな。一発受けて引くか、120もらうじゃん、でだったらあと20でしょ、50、70で、あ無理だね、カブトプス絶対引かなきゃいけないってなったら、こうか。カブトプスに、どうせ次カブトプス引くもんな。どの道引くと思うんだよね。で、新品のカブトプスでぶん殴りに行くと思うから。で、夏目とかはもう夏目2枚切っちゃってるんで、相手。もうそれ考えなくてよくて。まあ、吸血かな。何も考えずに吸血で。でも次のターンこれで吸血しに行くんで。で、草エネルギーをどうするかだよね。バタフリーにつけとくのがいいか。モーカの突進が来る。で、こいつ20ダメージ食らう敵。
敵も20ダメージ入っていくわ。で、これで、うわー、待って、これマジで、遅いよー、違うよー。トランセル、どこなん、トランセル。トランセルくんがいないと、マジで始まらんからな。バタフリー、本当に育てる？いや、違う気がすんだけど、俺。とりあえず逃げるよね、これね。逃げるよね。受からないんで。逃げといて。まあ、こうかな。カブトプシにつけといてでいいよな。多分バタフリーで戦うことは多分ない。いや、あるかもな。あるかもしれんな。いや、あるかもしれない。ただ相手、ウィンディの性質上、傷薬ウィンディに打ったところでな感じがあるからな、もうな。これで行くしかないね。で、榊も違うんで。体力140ってのはウィンディに対して絶妙だね。そう、ウィンディ130ダメージとかまでしかな、なかなか持っていけたりしないからな。で、これ、もしかしたらキューコンに引いてくるかもな。まあ、だとしても、後ろのカブトプスをね、使えるターンが、復活させるターンが、早くなるんで、いいんだよね。あとトランセル引かなきゃな。トランセル引いたらもう毎ターン90回引くか。見えてくるからな。こっからでしょ。マジで楽しすぎるな。120ダメージとかだったら全然受けて戦えるな。よっしゃ。心折ったな、相手の。